アクアエクスプレスアクアエクスプレスは、九州旅客鉄道が1988年から2002年まで保有していた鉄道車両で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。シー泉沿線の海の中道は1980年代に入り、福岡市中心部に近い行楽地として注目されるようになり、特に夏場の人出が増加した。 この海の中道への行楽客の利便を図るため、日本国有鉄道では1八十三年以降、毎年夏休み期間中にキハ五十八系機動車を使用して、博多サイトザ期間を直通運行する普通列車、三社員号を運行したが、国鉄分割民営化後の1 9 8八年からは、カシ線の需要拡大とイメージアップを目的として、専用車両を用いた、 直通普通列車を運行することになった。このために、小倉工場でキハ五58系機動車を改造して製作されたのが、アクアエクスプレスである。この車両は、三戸岡栄治がデザインを手掛けた初の鉄道車両で、ロゴを多用した外部デザインや星模様を散らした黒地の座席、カーペットなどが特徴である。これ以降、 水戸家は JR 九州の多くの車両デザインを手掛けるようになった。以下の3両編成で構成されていた。車両番号の横のうちは旧車両番号。博多側から1号車、2号車、3号車の順になっており、すべて普通車扱いである。キハ587004キハ587003戦闘車では全面形状を大幅に変更し、やや傾斜をつけ、 窓ガラスを大きくした非貫通系の全面としており、前消灯、微灯は全面倉下に設置している。また先頭車の前面下部にはスカートを新設し、ジャンパ船、船樹などを露出させず軽快なイメージを持たせている。中間車は運転台を撤去せず、前面形状は塗装以外はほぼ改造前のままとなっている。側面窓は従来の一段上昇窓から、 着色ガラスをはめた固定窓に改造し、側面窓の髪型の屋根部に天窓を設置している。各社の車内にカラオケ装置を設置しており、その、車体塗装は白色地とし、倉庫に濃い紺色体を3本入れた塗装としている。これは空と海をイメージしたものである。各社とも後くらいの出入り口脇に校車番号を入れている。全面運転台倉庫。 側面両端出入口は上部の窓の上、側面の窓を埋めた後の部分、窓を埋めていない側の中央部装下にアクアエクスプレスのロゴを入れている。側面、天井部は白色、座席と床のカーペットは黒色とし、白と黒のモノトーンとして落ち着いたイメージを出している。座席はシートピッチ 940mm で配置された転換クロスシートが主で、 一部の座席は窓側に向けて固定することが可能なパノラマシートと呼ばれる回転式クロスシートとなっている。パノラマシートの通路を挟んで反対側の転換クロスシートは一人掛けとなっている。座席の色は全体が黒色となっており、モケットは黒地に小さな点々を散らした柄である。またパノラマシートは取り外してイベントスペースなどにすることも可能である。 全席ともリクライニング機能は設けられていない。車内の一角には半円形のテーブルを設置し、テーブルの下にカラオケ装置を収納している。天井の冷風吹き出口の間に換気扇を新設し、蛍光灯は見栄えを良くするためグローブ付きとしている。各社の客室最後部にはビデオプロジェクタとスクリーンを設置している。1.3号車の運転室後部の出入り口では、 全面展望を可能とするため従来のデッキの仕切りを撤去し、簡易なガラスの仕切りに変更している。二号車では、便所、洗面所を撤去し、更衣室と AV 機器の制御板を設けている。台車、走行機器は変更されておらず、従来の DT22CE 型台車、d m h 1 7 h エンジンのままである。冷房装置、冷房電源も従来の AU13。 A 型分散式冷房装置、四 v k 発電用エンジンと d m 八十三型発電機のままである。落成当初は、竹下機動車区に配置され、九百八十八年七月三十日から営業運転を開始し、博多サイ崎間の普通列車で使用された。九百九十二年に、加子線での運行は終了し、翌九百九十三年に人吉キャンペーンの、 一貫として、熊本運転所に転属し、同年3月18日のダイヤ改正により、急行、熊川で使用されるようになった。定期運用があり、JR 九州が、ジョイフルトレインを一斉に廃止した1994年以降も引き続き、熊川に使用されていたが、1998年に、中間車のキハ5 8 7 0 3が、廃車となり、2000年3月には、 戦闘車も運用離脱し、2001年3月にはキハ58-7004が、翌2002年にはキハ28-7001が、廃車となり消滅した。末期は、法飛本線等の普通列車でも運用されていた。ありがとうございます。